今日は多くの一般企業で仕事始めとなり、商売繁盛の神様で知られる千代田区の神田明神には、朝から多くのビジネスマンたちが詰めかけています。現在時刻は午前9時半を過ぎたところです。こちら神田明神なんですが、訪れた参拝客で参道がいっぱいとなっています。商売繁盛の神様、恵比寿天が祀られる神田明神には、スーツ姿の会社員らが朝から長い列を作り、それぞれのビジネスの繁盛を祈願しました。2020年東京オリンピック決まってますので、それに めがけて皆さんで頑張っていこうという、そんな感じですね。勉強はしたいと思います。なのでちょっとその成果が出るように、それも含めてお願いしたいです。境内では熊手やお守りなどの縁起物が次々と売れていきます。中には人の背丈ほどの大きな熊手を購入する人も。ますますの商売繁盛ということで、買っていきたいなと、思ってます。先のことはでも考えても分かんないんで、もう毎日毎日着実にやっていくじゃないのかなと思っております。神社によりますと、今日と明日でおよそ4000社の企業が参拝し、今月中に1万社が訪れる見込みだということです。